今来ました。その帽子早くない？早くないだろう。あなたクリスマスなんてもうあっという間にですよ。クリスマスだけこの帽子かぶろうなんて思ってたら1日しかかぶれないじゃん。もったいないじゃん。ラミーなんかさ 3D でサンタさんの洋服さ実装されてるけどさ、もうそんなこと言ったら1日しか着れませんよ。26日もかぶっていいですよ。どこ目線なん？かぶっていいですよ。ゲマ目線。ゲマもういないから言っとくけど、ゲマもういないから。ラミーやっちゃったから、ゲマのことを。もっと本当はもうボッコボコにしたかった。ラミーが今後ね聞きたくない名前トップ3、ゲマ、ジャミ、ゴンズ、この3人の名前聞いたらもうラミーもうさすがに眉間にシワが寄りますよ。ゲマグッズってあったっけ？知らないな。知らないし、いらないな。いらないですね。ジャミは薄い本多い？マジで？ジャミは薄い本多いの？それは何？ジャミゴンズなの？違うか。ゴンズジャミってこと？ちょっとわかんない。ちょっと理解を超える。ラミーの理解を超えるからやめてくれ。え、ジャミビアンカ？はぁ？許さないけど、そんなの。はぁ？ジャミビアンカ？ちょっと無言になっちゃう、そんなの。ラミーが許すわけないじゃない。ラミーが許さないよ。うちの大事な奥さんになんてことを。ラミーちゃん、話題を変えよう。王様。申し訳ありません。王妃様がビアンカ様が魔物どもにさらわれて申し訳ありません。やだー、ふざけるなー。ねえ、これ絶対陰謀論だわ。ふざけんじゃねえ。うわ、胸くそ胸くそ。ビアンカ大丈夫かな？寝取られとかしてないかな？それだけが心配だよ。兄弟作ってる。お前ら許せねえ。一生恨んでやる。絶対に助けてやるからな、ビアンカ。あ、やだよ。ふざけんじゃねえ、てめえ。てめえ、ビアンカに何した？なんか空に強くなってる感じしたこと。